演習は、海上自衛隊の保有する多用途支援艦。諸外国海軍の公用衛船に相当する、非打ち型多用途支援艦の5番艦である。この艦級における艦名は、ナダの名前に由来しており、演習は、演習ダに由来する。武装として、環境上量限に 12.7mm 機関銃用銃化が設置されている。なお、1 2 7、mm、機関銃は、 搭載かけ扱いであり、常時重化に設置されているわけではなく、必要に応じて設置される。非打ち型は前期建て造館と後期建て造館で装備が異なるが、演習は後期建て造館であるため、外洋行動時の運用性、居住性向上のための原用タンクと潜水艦に対する訓練支援用の水中通話機が装備されている。演習は、 中期防衛力整備計画に基づく平成17年度計画980トン型、多用都支援艦4305号艦として、ユニバーサル造船景品事業所で2006年12月19日に寄港され、2007年8月9日に浸水、2008年2月20日に収益し、横須賀地方帯に編入された。2009年6月、除籍後に、 標的艦として処分されることになった旧立ち風を八丈島南東海域まで栄光した。2011年3月11日発生した東日本大震災の災害派遣に参加。2017年4月3日地方隊の部隊改編により横須賀地方隊直轄から横須賀警備隊令下に編成がえ同年6月17日から6月18日 伊豆半島沖でコンテナ船と衝突したアメリカ海軍第7艦隊、横須賀基地所属の駆逐艦、フィッツジェラルドの乗員捜索に参加。6月20日、アメリカ海軍作戦部長、第7艦隊司令官、在日米軍司令官が、海上幕僚長などを通して一連の対応と支援に大使感謝の意を述べた。2018年7月24日から26日にかけて、 横須賀港並びに、房総半島沖の海空域及び、伊豆半島沖の空域において実施される、日本主催拡散に対する安全、保障構想会場阻止訓練、パシフィックシールド18に参加する。ありがとうございます。